対インテルナショナル。本日の試合解説は元日本代表北澤剛さんをお招きしています。どうぞよろしくお願いします。キックオフスタートです。今日の主審はイエル・エヌメさんです。右側上がってくるシュート、シュートは阻まれます。なんとかクリア。チェック、ジュシレイ左へ展開して個人に見せます。チェック、コースを探している、抜けてくる高速ドリブル、細かいボールの奪い合い、送ってダレッサンドロ、ダイレクトにつなぐ、チェック入れるか、サイド攻撃を見せましたがここは攻めきれませんでした。コリンチャンスとしては助かった形になりましたよね。スライディング、ギニアス、さあ抜けてきましたね。左へ、大事なところ、いいところです。もう一度来た、トーキーパー、ここはがっちりとキャッチします。頭で右ウィン、デンチーニョ追いかける、クリア、ギニアス中盤担当、チェック、ちょっときついですよね。いいマークですよ。前半も少し経ちました、いかがでしょう。そうですね、コリンチャンスとしてはそろそろこの辺でいいところを見せておきたいでしょうね。ドナウ、これは繋がらない、中へボールが入ってきたんですが落ち着いた守りを見せています。中にいなかったんですよね。インテルナショナル、ここからの攻撃になります。前線に誰がいるのか、ここは精一杯クリアします。なんとかクリア、ここは阻まれました、これは通りませんでした。チェックが入りました。セカンドトップ、ラファエウ・ソリス、ジョルジュ・エンリケ、ロベルト・カルロス、ダイレクトパス、チコン、前半30分を回ろうというところ、絶好の得点機、さあ前に誰がいるのか、ここで奪い合う、いい攻めを見せたんですがちょっとうまくいきませんでした。バックパス、アンドレ・ジーン、さあ前には3人います、行くか、狙ったボール、ゴール、ダレッサンドロ、敵地で主導権を握ります。ゴール左隅に決めた、相手サポーターの大きなブーイングが湧いています。攻撃の形は良かったんじゃないですか。そうですね、コリンチャンス、先に点を許していますが佐々木さん、いかがご覧になりますか。まずはね、まあある意味余裕がなくなったわけですからね、できるだけチャンスを逃してはいけない状況ですよね。いいプレッシャーだ、ボールを奪われます、ベンチーニ、ラウフ、ロベルト・カルロス、カスタ、
リンチャンス。1点を先制されてから何か変わっていますか。1点取られてから若干硬くなってますかね。ポリンチャンス、現在1点差を追っています。この辺から少しずつ中盤の勝負で押されてきているように見えるんですが、中盤を支配されてしまうとやられてしまいますからね。もう少しプレッシャーをかけた方がいいんじゃないでしょうかね。これ危ないですよ。さあ通ったぞ。強い。頼みますよ。さあいけるか。シュート、ゴール。素晴らしい。ロメルとカルロス、同点。前半終了の直前、オリンチャンス、同点に持ってきました。ゴール右隅に決めてきた。さあこれでゲームは振り出しに戻っています。非常に面白い試合になってきました。チェッコ、ラウフ、デンチーニョ、ボールは正面へ。ここで前半戦が終了します。さて北澤さん、はい、オリンチャンス、後で後半スタートです。両者一歩も譲らぬまま後半戦を迎えています。後ろからチェック、ジョルジュ・エンリケ、チェック、シュート、惜しい。しかし今のシーンは決めたいところでしたよね。オリンチャンス、逆転のチャンスでしたがここはゴールなりません。ヘッドで競り合います。しかし追いかける、再び奪い返した、繋がりません。ボラッティ、中央から上がっていきます。これはオフサイドじゃないのか。ここで奪い合う。おー、面白いボールですね。このボール、守備側も周り見えてましたよね。守備陣に引かれてしまって攻めきれなかった形でした。ポリンチャンスとしてはいい守りを見せたと思いますよ。中がちょっと寂しい。さあシュート、絶好の得点機、ものにできない。しかし北澤さん、一人で持って上がりましたね。シュート前のドリブルもね、良かったんですけどね。一旦はたく、北澤さん、ポリンチャンス、ゴールしてからのこう動きというのはいかがですか。まあ、あのゴールの後、自分たちのリズムをしっかり保ってますよね。なるほど。ネイ、このボールいいとこ出ましたよ。流し込んだ。これは決められない。インテルナショナル、クロスから頭で合わせましたが及びません。そうですね、素晴らしい形作りましたね。いいマークですよ。一人で抜き去る。チェック、打つ、リスティング、コーナーキック。上げるのはアレッサンド。ここで選手交代。さあゴール。2点目。後半の15分、ゴール中央へ鮮やかに決めました。相手のブーイングが鳴り響きます。初めてのコーナーチャンスから決めてきました。本当ね、完璧に入ってきましたね。画面ではリプレイ。さあここで点差がつきました。左、ロベルト・カルロス、ダニーロ。おっと、このスルーパスが通りません。縦に、そしてゴール。離されましたね。
インテルナショナルリードを広げました。黄金の右足、相手サポーターの大きなブーイングが湧いています。いやー、ラインの裏をきれいに取りましたね。そうですね、素晴らしいコンビネーションでしたね。さあ、インテルナショナル2点リードです。ロベルト・カルロス、前へゆっくり送ろうという場面です。後ろからチェック、そして前線、ファールに合います。さあ、選手たち集まっています。イエローが出ます。今のファール、もう一度ご覧ください。まあ、ここはなんとか起き上がります。これは渡ります。このシュート、これはわずかに左でした。今のが入っていればもう3点差となっていました。そうですね、完全に身動き取れなくなってしまうところでしたよね。アンドレジー、ボールは戻り、ここはディフェンスされました。左サイド、インテルナショナル、ここで控えの選手がアップを始めました。狙ったボール、コーナーキック、ここで選手の交代があるようです。時計は後半の30分を過ぎています。味方がいないところへ流れた。インジオ、ギニアス、さあここで動いた、渡しません。あっと、後ろから行ってしまいました。ヘッドで競る、もっとヘッドで競り合う。胸でトラップ、スライディング、チェック入れるか。ダレッサンドロ、ボールは渡る、ラファエル・ソリス、チェックに行きます。コリンチャンス、さあ40分が経過しました。この時点で2点の差をつけられています。今はリードされている状態ですが、だんだんとこううまく攻めてきてはいませんか。そうですね、攻撃を見る限りでは悪くはないんですよ。チャンスシーン増えてきますからね。インサイド気味、追いかける、インターセプト、わっとミドルから狙った、わっとゴールなりません。しかし北澤さん、遠目から思いっきり打ってきましたね。ああいった場所から狙うというのもね、手ではありますよね。ここで選手の交代があります。頭で競り合います。グレーベル、外からいった、上げる、行き先は入りましたよ。ヘッド、ゴー、おっと来ましたね。後半のタイム、オリンチャンス、ここで引き離された。しかし北澤さん、もう試合も終わるというところでいい場面が見れましたね。そうですよね、本当にね、最後までちゃんと戦ってますよね。インテルナショナルとしては、そして今笛が鳴りました。試合終了、4対1、オリンチャンス。
敗れました。その差は3点、力の差を見せつけられてしまいました。しかし北澤さん、今日の試合どのようにご覧になりましたか？そうですね、差がついてしまいましたね。オリンチャンスとしてはこの屈辱をね、晴らすためにも今日の試合を見直してね、チーム全体で修正をかけていってほしいですよね。そうですね。それでは試合を振り返ってみます。後半15分、ラファエウ・ソビス、ここで勝ち越しとなるゴールを決めています。今思うとあの時点で今日の勝敗がついたことになります。それから終了間際でした。ウィルソン・マティアス、もう残り時間が少ないところでしたが、重い重いこの追加点。そうでしたね。いい形でクロス入ってきましたし、完全に形できてましたよね。ご覧いただいてまいりましたように、本日の試合は4対1、オリンチャンス勝利できませんでした。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラがお送りしました。ハイライトシーンをお届けしながらのお別れとなります。